では再開していきます。メトロイドプライム2ダークエコーズやっていきたいと思います。ワッホイブッチーです。前回は、砂と、なんだっけ、砂と交差だっけ、砂と荒廃の地アーゴンをクリアしましたと。ですね、まあ一個光のエネルギーを闇の世界から取り戻しまして、新たな力をいくつか手に入れましたと。まあ結構いっぱい手に入ったんだけど、一番最後に手に入ったのがこちら、ダークスーツ。ルミナス族が開発した特殊スーツで、ダークエーテルの有害な大気のダメージをある程度軽減します。ダークスーツにより防御機能が強化されたが、ダークエーテルの大気から完全に身を守ることはできないようだと。見た目がね、なんだろう、ルミナスのなんか独特のこの赤い丸とかがいっぱいついている模様のスーツになりました。これ確かスマブラにもこのカラーリングはあったはず。見た目がね、肩の見た目とかは確かあれアザーエム準拠になっちゃってるからあれなんですけど、こういうカラーリングが同じやつはね、スマブラ SP にもあった気がします。ただこれ、防御機能が強化されたがって言ってるんですけど、確かね、敵からの直接の的なダメージは、軽減されないっていう感じだった気がします。あくまで、なんだろう。ダークエーテルの、大気からのダメージを減らすだけっていう感じですね。で、今、おっちゃんのところに帰ってきました。おっちゃん？旅人よ、アーゴンの聖堂に光が宿るのをしかとこの目で見届けた心よ、お礼を申し上げたい。亡くなった者やこの聖堂で歌詞の眠りについておる者たちも皆感謝しつつ思っておることじゃろう。やはりそなたこそはルミナスの神が使わした救いの光に違いないと。しかし用心召され旅人よ。アーゴンのエネルギーを奪われたイングどもが騒ぎ始めたよっしゃ。次なる地は水底に眠る神殿トーバスでは、キャツラが別の者の姿を借りてその力を強めることを夢忘ることなかれ。トーバスの神殿に光を灯し、再び ここへ戻られることを信じて待っておる。さればルーエーテルの光と共に歩まれよ。あ、今回は体力回復してくんないの？次なる地は水底に眠る神殿トーバスか。またここに戻られよと。トーバスだって。とりあえず、トーバスってところに向かいましょう。どこだろう？今確か黄色は開くんだよね。もう黄色が開くはずなんだよ。だから、あ、なんか書いてあった。広大なる湿地、水源の源なり、ここじゃない？水っつってたもんね。水辺か。うわ、こいつらあれじゃん。電気のやつじゃん。パルスボルテックス、電気エネルギーで構成された。これ電気ってどうすんの？で、電気ってどうすんだろう？今作さ、電気なんてないよ？攻撃属性に。闇でいける？あ、いけそう。闇でいけるね。闇でいけるわ、闇で。やばいな、ちょっとエネルギーが。ダークアモがないぞ。他な？プログラムに立ってください。ここだよね、多分。レッツゴー。あ、一応まだルミナセウス内なんだね。まだルミナセウス内なんだ。だから、あ、そうだね、ランディングサイトじゃん、ここ。ランディングサイトやんけ。でも緑のゲートだから開かないわ。緑ゲートって、まだ全然無理だよね。絶対無理だよ。これさ、ライト側にライトのエネルギーはそうでも意味ないのかな。
あ、まあ、倒せるけど、ワンパンはできるけど、ダークアーモを落としてくれないな。あ、こういうのからじゃない？よし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 。いいねいいねいいね。なんか光が漏れてる。壊せたりはしないのか。グリーンゲートだよね。グリーンはまだ無理だから。どうしたものかね。ケーブパイプがあって。わわ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 、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた、いっぱい出てきた。モフボールでいこう。こっちの方が見やすくていい。よいしょー。コロ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 リ。と、エネルギーを、蓄えておこう。闇の入り口がある。え、ここ入るしかない？よね。ポータルだ。これにダークビームを打ち込んで中に入る。入ってきたのか？ポータルチェンバーダーク。なんもない。で、うおい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 、ポータルがあるからって、甘く見ちゃダメっぽいね。ほい、ほい、ほい、ほい。ほい。めちゃくちゃ、ダークスーツのおかげでダメージはめちゃくちゃ軽減されてるけれど、それでもね、痛いことは痛いからね。緑じゃん、こっち。ライトアモが。なにこいつら。イングロー、植物型のダーククリーチャー。猛毒のガスを噴布している外壁破壊は不可。あー、こいつらダメだってことか。え、なにこいつ。突然変異した異形植物の集合体。強度が高く武器による破壊は不可。武器による破壊は不可。あ、なんか上にあるじゃん。とりあえず無視して先に行くしかないのか。え、猛毒地帯を抜けるしかないよね。とにかくこの先に行くしかない。なに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 ？誰これ？メカニズム。セントリアイ。衝撃を与えれば、あ、閉じるね。シュ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 。ほい。ゴロ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 リンと、ん？砂？これど、あ、ここは、ちょっと待って、ダメージ入ってる入ってる。明るいけどダメージは入ってる。よし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 。オッケーオッケーオッケー。ここか。これどこだ？ゴンドラサイト。え、どこ行くんだ？あ、ここに、ボムスロット。なんだこれ。ゴンドラロックシステム。ゴンドラが埋まってるのか。ボムスロットどうやって行けばいいんだ？あそこのボムスロットにどうやって行けば。あ、ここだ。あー、登ってかないでよこの縦状に、あ、この縦状に、あれが入ってるんだね。光の空間が広がってたんだね。すごい形状。あ、で、ボムスロットがちゃんと。全部やれってこと？閉じたんだが。閉じたんだが。あ？あー、なるほどね。そういうことか。あー、うん？よし、これで全部やったから、OK なはず。なにこれ。ゴンドラ？ほい。え？痛い。すげえ、なんか別ゲーが始まった。常にあれだわ。サムスのエイム固定になってる。フリーエイムっていうか、全部固定になってるわ。わわわわわわ、連射力が足りない。あ、なるほど。上まで来てくれたと。で、
ここで光のエリアに戻る。よーし。ポーンって感じ。これで？これでこっち行っても意味ないもんね。せっかく登ってきたんだし。何これ？あー、はいはいはい。これでせっかく登ってきたんだし。こっちだよね、多分。お前らどっち？お前らどっち？普通の方だから、闇に、あ、闇に弱くなかった。いや、強い。いや、焼き焦がれろ。焼き焦げろ。よし。ちょっとやばい。ライトのエネルギーがもうないよ。痛いよー。めっちゃ痛いよー。さっきの大爆発めっちゃ痛かった。あったか。闇に飲まれろー。あー、あったあったあった。これもか。はい。届いてもらって。え、通れない？ほい。あーららー。グリーンゲートは無理ですね。これはどうしようもないのか。つまりこっちに行っちゃう。ほい。よし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 。これで。これ。何これ？何ここ？なんか、この黄色い水何これ？ただの水？水場だからやっぱり足取られちゃうのかな？やっぱそういうことだよね。扉がある。広大な湿地がどうとか書いてあるから、おそらくこの先にあるんじゃないだろうか。うわぁ、海っぽい！え、ってか天空。もはや天空の城。すごいところに来てしまったが。あ、ミサイルゲート。ってことは、行く道かな？トーバスへのアクセス許可。よっしゃー！レッツゴー！よし！これで、初めての土地に着いたぞ。あ、なんかターロン4っぽいね。ターロン4のあのランディングサイトに近くない？気のせい？水辺とか。なんだっけ？ターロンオーバーワールドってんだっけ？に、ちょっと似てない？あ、お前！水底に眠る神殿、トーバス。水かー。グラビティスーツなしで水に行くのは辛いよねー。これ何？忍び寄る奴らに気づかず強烈な先生の一撃を浴びてしまった。何もできぬままこの命が尽きて行くのを待つのが悔しい。他の仲間たちが私の鍵を見つけ、鍵を取ってくれることを望む。それではようやく私、SDRY の眠りは平穏なものとなる。遺言だって。わー。大気浄化システム。なんかいろいろあるけどね。これも敵か。なんかいろいろあるけどこれ。ルミナス製の可動橋。チャレンジオーバー。可動橋と連動するゲートユニット。痛い痛い。まあまあまあ。水の中はやっぱり濁ってますね。ちょっと見づらい。ちょっと見づらいな。白いゲートが右側にあって、黒いゲートが左にあって、や、え、いろいろあるけど、とりあえずどうやって進めば。あ、ダークゲートあるじゃん。はい。やだよー、敵が多いよー。やっぱ連射力考えるとなー、こういう雑魚敵をいっぱい倒すのはパワービームじゃないときついわ。プラズマじゃなくて、なんだっけ。ダークビームがね、やっぱり、本当はライト側の敵にはダークが有効なんだけど、
それでもね、なかなかどうして、え、これ登れない？降りたよね。なんかあるわ、それ。あ、これグラップリングじゃん。グラップリング機能は消失しているので現時点で使用不可。水中はグラップリングのあれかな？ L？ L の文字がある。なんか赤いゲートいっぱいあるね。なんだ？消えた？なんで消えたの？こいつら。え？チェリーか。ステルス機能を持ってるのか、お前ら。いろいろ行けそうな場所はあるけれど、とりあえず、どうせあれがあるでしょう。アーゴンの時みたいにさ、アーゴンの時みたいに、あ、エネタンがある。待って、エネタン。ダメか。どっかから、どっか上に上がれる場所ない？どっか上に上がれる場所ないか。なさそう。ないか？え、エネタン欲しいよー。エネタンが欲しいよー。どっか上がれない？エネタン欲しいなー。あれ？緑ゲート。上の黒いところっぽいな。ダークビームで行けるところからなら、なんか行けそうだぞ。ダークビームを取りに行くじゃない。ダークビームのところに行こう。とりあえずこの、ミサイル、ゲートを先進もう。よし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 。ここか。ミサイルの先に行くと、お、味噌炭あるけど、味噌炭あるけど、チラ見せだけ？なんかチラ見せ多くない？アイテムのチラ見せめちゃくちゃ多くない？これで開く？ここ。波動橋所定位置の引き上げ。あ、なるほど。これで上行けるようになったって感じか。で、どこに繋がってる？いやー、闇か。これも闇か。闇入ってる？わ、痛い。大爆発したんだけど。うわー、ちょっとダメージが。何気にあんまり体力にも余裕がないんだが。あ？なんか見たことあるような、ないような生き物が。なんか、前作にいなかった、こんなようなやつ。前作にいた気がするぞ。グランチュラー、水辺を拠点とする爬虫類系の捕食動物。高高度の外皮を持ち攻撃を無効化する。広背部に遺伝的欠陥を感じ。どういうこと？体内で発電した電気を角から放出する。広背部に剥がれやすいという欠陥があり、ダメージを与えると内部に神経中枢が露出する。あ、なるほど。なるほどね。つまり、とりあえず、ミサイルで、背後を、オッケー。ミサイルを、的確に当てて、オッケー。そしたら、闇で。闇の力を思い知れ。闇の力を思い知らせる。よいしょ。オッケー！一発！さすが！ダークビーム強いね。やっぱライトの敵にはダークが。ダークの敵にはライトがあって、ちゃんとね、属性的な弱点をつくことが重要っぽい。チャージビーム、もったいないかもしれないけど、オッケー。ドーン。固まった。おーい？倒した？あ、やったか？やったのか？オッケー。これで、ちょっとエネルギー的な部分がまずいね。ミサイルも、バンバン撃っちまった。何これ？あ、
これあれじゃん。ターゲットの完全スキャンは不可。物体は別次元に存在する。影だけ。これも同じ？未確認の合金製の可動橋。いや、これはあるな。闇側に行かないとってやつか。これ壊せたりすんの？もしかして。植物、保管用ポット。あ。引き寄せられる距離が。ポーンと。こっちまで来てくんないかな？あ、来てくれるやん。やったー。行くしかないか。また闇か。なんか、光と闇を交互に移動して、攻略していってる感が増えてきたね。さて、さて。これで、あ、そっか、ここが、ないって言っていたやつがこっちにはあるんだもんね。よいしょ。これでライトエーテル側も起動するはず。あー、なるほどねー。そういうことか。よし、これで、向きが変わって、変わって、いろいろとまずいやつが出てきたね。どこ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 ？いた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 ！何こいつ何こいつ何こいつ、これは何？ダークコマンドスイッチ状態のパイレーツ。パイレーツか、またお前らか。いたいたいたい、なんか画面に変なのがついてる。うねうねがつく。どこ行った？どこ行った？いた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 。こいしょ。まだ？ミサイルは？なんか可視、なんだろう、こういう点滅するのは。やばい、エネルギーが。よし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 。オッケーオッケーオッケー。もうライトアンモがもうないけど。倒せた。なんとか倒せた。やばい。アモ系が全然ない。とりあえずこっちに行こう。あ、やった、ミサイルタンクある。これありがたいわ。でも、アモタンクが欲しいな。何タンクって言えばいいんだろう。ダークアモとライトアモ増やすタンクが欲しい。あ、またミサタンあるじゃん。あれもくださいよ。とりあえずこっちだよね。ここだよね、多分。うわ、なんか、何こいつ、何こいつ、何こいつ。あ、掴まないでよ。やめろお前お前抹殺や。厳密にちゃんとにさ、2D になっていない場所がたまにあるからね。これ奥だね。こっちだね。これで、あれ、グラップリングポイント、下降りちゃっていい、降りるしかないか。下を降りるしかないよね。ないよね。わー、そのミサイルタンク欲しいわー。やばい、ライトビームがやばい、残量ゼロになっちゃった。これはまずい。ボールキャノン起動。そこに起動する？おー、なるほど。ボールキャノンがそこで起動するのか。はい。シュポーン。この辺壊せたりしない？しないか。あ、でもとりあえずまっすぐここでいいでしょう。ダークで、ダークで倒せばライトが、ダークで倒せばライトが、落ちない！やばい、ダークアーモンももう切れる。エネルギーももう、150しかない。いろいろピンチ。残量ゼロだけど、チャージすれば一発は撃てるんだよね。やばいぞ、アモが。ダークも3発しかない。なんかボスっぽい。これはまずい。これは、まずい。まずい。ため打ちで、通常ビーム打つ方が、でいいでしょう。うわー！ミサイルで、
汚染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 、おしよ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 し、なんでこんな時にこいつらが来るんだよ。よしよしよし、ミサイルの追尾でなんとかなる。こんな何？またお前らか。え？何する気だこいつら。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。これで、待って。このタンクをライトで破壊して、ライトで破壊しちゃダメだよね。ライトで破壊し、ライトで破壊しちゃ。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。いいぞ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 。いいぞ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 。通常のビームよりもライトの方が、まだいいか。通常のビームよりライトの方が、まだいい。そんなことはない。よいしょ。そんなことある！しかも30も回復した。何これ？え？何これ？お！スーパーミサイル！やったー！スーパーミサイルだ！うん。そして、試し撃ちをしたがるサムスさん。ドーン！スパミソだ！スパミソ！獲得！パワービームをフルチャージし、同時にワイオースと発射、一発につき5発消費。これは、いい火力を手に入ったね。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。配信やね、次回の動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。